皆さんこんにちは、みのりんです。今日はじゃん、この前ミニちゃん風のガラスドームのピアスを作ったんですけども、今回は美女と野獣をイメージしたガラスドームのネックレスを作ってみました。個人的には気に入ってるので、皆さんにも気に入っていただけると嬉しいです。で早速始めてみましょう。はい、今回用意したのがこちら、緑色のマッキー、針金、ガラスドームのパーツ、ネックレス、ドライフラワー、接着剤とペンチです。では早速パーツを開けていきましょう。こんな感じのイメージですね。ではまず小さいネイルのパーツみたいなもので中をデコっていきたいと思います。小さいスプーンみたいなもので入れていきます。こんな感じですかね。今回こんなかすみ草のドライフラワーも用意してみました。この中にこれをちょっと入れるイメージです。中に入れていきます。そしたらドライフラワーをバラっぽくデコレーションしていきたいと思います。針金をちょっと切り取って油性ペンを使って塗っていきます。はい、こんな感じで緑色になりました。接着剤をちょっとつけてお花につけていきます。はい、こんな感じでお花と針金をくっつけました。ガラスドームに当ててみて長すぎる部分は切っちゃってください。バラができましたら、かすみ草を接着剤でのりつけてさらにデコっていきました。はい、こんな感じでお花にかすみ草をつけてみました。そしたらこれをこの中に入れていきます。そーっと入れてください。そうするとこんな感じでできました。最後に接着剤を使って蓋をつけていきます。接着剤をほんの少し上の部分につけたら蓋をして固まるまで待ちます。あとはこれを数時間置いてしっかりと乾くまで待ちます。ネックレスを一つ用意します。ペンチを使って丸カの部分を開けちゃいます。はい、先っぽが取れましたらこの中に通していきます。そして丸カを元に戻します。はい、皆さんいかがでしたか？個人的には結構可愛くできたんじゃないかなと思います。皆さんもぜひ作ってみてください。本日もご視聴いただきありがとうございます。これからも動画を頑張っていくので、よろしければチャンネル登録ボタンを押した後のベルマークを押していただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。